どうも、キング&プリンスの平野翔です。さあ、ということで最近僕がドキッとしたことはですね、ツアーで赤いペンライトを持ってる人がいたんで、めちゃくちゃ投げキスしてたら僕のおばあちゃんでした。次は神宮寺勇太です。いや、僕ですね。よろしくお願いします。俺よろしくお願いします。全然俺やねん。神宮寺勇太です。最近ドキッとしたことは、本番中に、おトイレに行きたくなったことです。アイドルなんですけどね。はい、次はレン。どうも。はい、お願いします。ダメだよ、俺が3番目。マジでダメだよ、最悪、はい。どうも、永瀬レンです。最近ドキッとしたことは、ライブで皆さんと会えたことです。おいずるぞ。ずる。ありがとうございます。最近僕がドキッとしたことは、最近じゃなくてもうついさっき、これできたってほやほやのエピソードです。あのね、先ほどちょっとずっと携帯がなくて探してたんですよ。もうなんだろう、上のトイレ行っては探し回ってたんですけど、最終的にどこにあったかというと、カイトが持ってたらしくて、多分本気で僕のこと嫌いで本当に盗んでました。すごいブーってポッケずっと電話になってたわ。どうも、キング&プリンスの高橋海人です。ドキッとしたことは、最近部屋にいて急にガン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 って音が鳴って、うわ、なんだろう、怖って思って、うわ、やばいやばいやばいって見に行ったら、洗濯機が鳴ってたっていう。はい。はい、ということで、M ステ皆さん見てください。いやー、見てください。中学生じゃん。見てください。